DJ ベンガことディディエイルンガベンガは、ベルギーのプロバスケットボール選手。今後民主共和国金シャ佐出身。身長213センチメートル、体重115キログラム。ポジションはセンター。ベルギー国籍を持ち代表チームにも選抜されている。キューザイールで生まれた、ベンガの父は公務員であったが、革命が起きると、政府関係者として逮捕された。 息子と共に処刑を待つばかりとなった父は交渉の末に息子を救うことには成功し、幼いベンガはザイールの旧創始国ベルギーの難民支援施設に預けられた。彼のベルギー国籍はこの時に取得したものである。その後、バスケットボールの才能を見出されたベンガは2001年からベルギーのプロリーグで活躍した後、NBA に挑戦することとなった。2004年、 ダラス・マーベリックスと契約を結んで NBA 入り。試合には数分ずつ出場するだけで満足な時間を与えられたとは言い難かったが2005年に契約が切れるとチームはベンガとの3年の延長契約を結んだ。しかし、ダラスはジュアン・ハワードを獲得するためのロスター整理のためにベンガを放出しフリーエージェントとなったベンガは ダラスの前監督ドンネルソンに拾われてゴールデンステートウォリアーズに移籍した。2008年1月6日、ベンガはゴールデンステートから放出されたが、2週間後の1月21日にはロサンゼルスレイカーズと10日間契約を結んだ。レイカーズではパウガソル、アンドリュー・バイナムラに次ぐ、事実上の3番手センターとしての扱いであったが、2シーズンを過ごして優勝も経験。 2010年にフリーエージェントとなると新たにニューオーリンズホーネッツと契約した。ありがとうございます。